ハイブリさん宿舎前で死んでます。伊豆さんがセーフ狙ったのか。切ってました。僕エレキ4番にいます。一旦プテハシ釣り。さすがに無理。お前には聞いてるんで。やっぱ役職引きたいしね。リセマラありがとうございます。シェリフ、はい、来る。ピロッ、メアウのキンキチンアキ。おい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 、おー、ナイス。エレン勝ちゃいました。真ん中最後あげちゃったよ。で、あと一番右も勝ち合いました。一番右勝っちゃったっけ。真ん中と一番右がなんか下がったり上がったり。中左右で押しましたよ、俺は。ほら中押し一択なんで、僕いつも最高。サントスさんってどこ開きっすか。出た出た、アーカイブ、アーカイブ。あ誰も死んでないのに詰めるやつ。コニタンと一緒に湧いてよ。コニタン、コニタン。なやねん、読んでいいぞ、コニタンって。ごめんす。中。出たか。全身全霊のクソボ。うわあ、全身全霊クソボタン。クソボやー。マジでクソボ。これは神ボです。いや、いいボタンだったよ俺。本当ですか。いや、俺はもう自分でクソボだと思って押してます。ダメだと思った瞬間のボタンだった。ありがとうございます。目安のクルつけたね。この2票は。ありがとうございます。トータスさんとキッチン空き。クソ。あ、もうクソボです。これはクソボですね。クソボやな。これはこれはめちゃめちゃくちゃないボです。めちゃめちゃないボです。めちゃめちゃないボです。これないボですよ。いや、もうめちゃめちゃクソボです。気遣いしかないボタンやった。素晴らしい。神ボン。高さん、クソボの時はクソボって言いながらボタン押してください。いや、怖いわ、まだ俺にペーパー集まっとるやんけ。クソボ連打腹立つなあ。ああ、いいね、右はいたやっと。魚さんとアーカイブはき、魚さん下行ったかな。違うな、右行ったんか、あれ。いや、じゃあサントスさんが来ただけか。いや、違う、魚さん右行ってんな。アルマが右。いいか。メイン配線でもいいけど。中左右。中左右です。中左。右。はい。はい。はい、皆さん、初手だけ見た。右。メケンさんのレポートっすよね。なんか今、レポートボタン連打してて。メケン、メケン。俺、目の前。メケンさんやった。どこで光ったの？どこ？メインの左端で、高田さんがエンジンから一緒に、エンジンから来て、重なったぐらいでレポートして、俺の後ろにアルマがいるのも見えてる。最後アルマちゃんと、バイタル見てて15秒ぐらい前には海健さん先生死んでました。あの停電上がった後に見て死んでて、海健さんのやつは明夜さんに絶対白が出てる。停電上がった後源さんも厳しそうじゃない。海健さんの方は、海健さんの方はそう、源さん見てないわ僕。源さんも貨物にいたね。メアルで貨物おられたの見えてます。停電直されたのがメイヤさんで、
私は明夜さんを下に走っていく明夜さんを見送る形で上に登ってます。そこにアルマさんもおられました。アルマワリさんの方は、うん、逆に10秒以内ぐらいです。10秒以内ね。さかなさんが見た時にも死んでました。いや俺がね見た時はもう潰れてて、ね、だからアルマ そうアルマがアドミン見てる照明が取れるぐらい。アルマ全部見た。一応アルマに隠しろは出ると思うよ俺。シェリフ C をプテハシに隠しろ、伊豆移動経路行ってみて。僕エンジンはキーかな、いや宿舎がエンジンはキーで、速攻武器行って武器2丁しまって、その後キッチンゴミ箱タスクで、展望で停電直そうとしたら直、いやアップロードしてないです、直って、で死体がないかと思ってアップロード確認、セキュアアップロードも確認、その時にトータスさんとすれ違って、うん、エレキに行って、アルメイと会ってます。で店員上がってエンジンが行こうとしたってこと、ボタン押しに行こうって感じですね。ミーティングにタスク3つ固まってて、エレキの勝ちタスクとか、うん、そのあたりで、エレキメインの経路は保証できます。でセキュリティも見てます。多分左から来てるんじゃないかなとは。まあ隠しろありがたいんですけど、これハイブルさんの下位置想定って分かんないんでしょ。いい最初メイン脇で右行ったよ。ああそれだけ見てる。最後金庫からサントスさんが出てきてるんで、うん、はい、サントスさんも無理じゃねえかな。あじゃあサントスさ ん、サントスさん人外でいいんじゃない。貨物脇だよサントスさん。えアーカイブ脇でよ。え貨物脇で俺アーカイブ脇でいなかったよ。俺と魚さんがアーカイブ脇で、サントスさんは貨物からラウンジアーカイブ帰ってきてる。あとするか。アーカイブ違うかと。あれアーカイブ違うかったっけ。でもチェキ目線白なんじゃない。まあ金庫から出てきてるのは見てます。この感じマットメイトだと思ったからサントス釣りでいいかなって。まあシェリフに合わせます。うん、自分の隠しろを俺と一緒にいた状態で飲まないっていうのがめちゃくちゃ不自然だから、ずっと一緒にいたから急いで押してください。そしてまマットでいいかなって。分かる。ボタンいきます。サントスさんだろ絶対。どう考えても金庫から出てきたところ見たって。サントスさん貨物開けて金庫まで行ってはは完全に人外の動きです。それはどう考えても人外です。うん、まあ基本僕はサントさんは人外と思ってて、魚さんってサントさんとすれ違ってるね、きっとラウンジぐらいで。ラウンジぐらいで、ああすれ違ってる、すれ違ってる。で俺が、うん、貨物の方行って、でゲンさんが覚えゲーの方行ったのかな。でその時俺は貨物からバイトル行ってるから、ね、停電中多分ね誰かとすれ違ってるんだけど、それがアルマエイヤなのか。いやすれ違ってないですよ。魚さんどこにいるんですか最後。だからエレクトリカルだよ。で俺が扉開けてエレクトリカルの扉閉まってたから、そしたらメイヤがバイトル顔から出たじゃん。そうそう、だから俺がもうエレクトリカル入ってる停電中。ハイブリさんは確かに序盤にメインではいて、メインではいてから下に行ってるから、多分メインから右行ってるけどすぐ左行ってる。あそうなんや。左行ってるかわかんないけど、なんかメインのめっちゃ角ら辺でなんか動きずれあったのを見てて、それがハイブリさんだったから覚えてるわ。シャワー配線最初やってて下行ってますね、ハイブリさんは。あのめっちゃ序盤なんですな、と僕、うん、アーカイブラウンジ貨物バイタルエレキメインでいけてるから変です。メイヤさんとアルマさんと貨物でお会いした後、私の経路がラウンジアーカイブシャワーメイン入ったぐらいまでいけてるんですけど、ハイブリさんは見てません。でハイブリさんが右で殺されてた場合は、多分メイヤさんとかアルマさんとか右にいた方々に何かしらの死人があるかなと思ってるんで、そしてハイブリさんは左かなと睨んでます。アーカイブラウンジ貨物バイタルには死体なさそうですけど、ね、左だった場合は金庫のみ。てか伊豆さん視点でね、メイヤアルマの2人が隠しろになるんです。トータスさんまで僕白出せると思います。トータスさんもトータスさんセキュレスレ違ってアルマのバイタルと合わせたら、ハイブリさんのは分かんないんじゃないの。セキュレに会う前にタカプテが上から来てるんです、武器の方から来てて、なおかつセキュレスレ違ってるから、トータスさんキルしようと思ったらベントで入ってどっかしら飛んでしかできないんで、アルマのバイタルを合わせると停電後のこの話なんで、基本的には位置がなさそう。俺がテープタスクしてる最中に停電入って停電直す、その後アップロードして、で展望入った時に、高田さんとプテさんが出てくるのとすれ違って。あーじゃあトータスできなそうだね。うん、僕自身高プテと目あるが厳しく見えるから、あれ高さんしてでプテは、マットっぽいけど絶対できないんでね、100% できない、うん、おーそうなんだ。一緒に行動をしてる。今決めちゃったら坂の落としで終わらないから、それで詰めればいいんじゃない。このままやってできるの切る。
いや俺はで客観視できないと思ってほしいけど。できないんじゃない？だってエレキにいるでしょ。あれ魚さんとね。エレキからバイタル。ハイブルさん宿舎前で死んでます。ハイブルさんキルが多分サントさん。ハイブルさん宿舎前で。でも魚さんがサントスさんを詰めなかったのはちょっと微妙いっちゃ微妙いか。ラウンジですれ違ったらはずだもん。なんか喉が痛くなったじゃん俺で。喉とさ、喉が痛くなってからさ、俺ずっとさ耳がさ痛いんだよね。中耳炎かなんかにかかっちゃったかな。はい、めちゃくちゃ自爆っぽい。エレキの2番停電中にエレキの 1,2,3 っていくともう袋工事なんですよ。そこに高田さんと多分レバータス重なって切られたと思ってます。伊豆さんってさ、サボ直してる？サボ直してないです。あーだからマットケアで切ったのがある。いやマットはもう筆で決め打ちでいい。あーそっか、うん、じゃあ伊豆さんがセルフ狙ったのか。切ってました。おめえ消防嫌いで暇そうに伝ってたからね。いやうん、まあとりあえず、まあ、僕は見ちゃったんで、直近なんで一応まあ洗ってほしいです。侵入経路はエレキの4番1番からしか侵入できない。ネヤさん無理、絶対に。だってコックピットにいてると思うから、うん、多分。てかトータスさんも無理だ、うん、いや僕はもうダブルキルの時点で多分アルマから無理だって言ってもらえると思うんですよね。まあ10秒以内のハイブリさんの方がワン、まあほぼ無理かな。だからメイヤー、メイヤー、俺目線はメイヤーはキルできんと思う。エレクトルからです。結構一緒にアルマってさ、アルマ俺を置いてメイン切ります。原作家の場所を聞きたいです。もう私めちゃめちゃ近いです。メインの真ん中のはしご近く。俺もめっちゃ近い。セキュリティからキッチンに行く扉が閉まってるから、そこを開けようとした瞬間、セキュリティのテープタスク終わってって感じ。で停電が起こってるから。僕エレキ4番にいます。ちょっと気になるのは高田さんってこのタイミングで撃つんかねえということかな。しかも停電中のエレキで、一郎落ちてる前提やから。しかも停電中のエレキですよ。うん、あんまり考えられないかなと。これもう普通に原作なイズまで釣りません。いや僕はそれがめちゃくちゃいい。まあ3釣り入れるかタスクかの。多分停電中だから、あのスキル起きずに入るんで原作なイズまで釣れると思ってるんですよね。賛成です。いやでも原作釣った後に伊豆さん、僕がローやったっ、伊豆さんがローのパターンだけきついけど、基本俺は原作の2人で終わると思ってるんで、うんうん、僕ローのパターンでも高プデから停電明けに死人があって、その後にトータさんに死人があって、アルメイとエレキで死人があるから、僕もキル位置結構薄いと思ってほしいです。俺って誰キル容疑になるんだこれ。ハイブリキルの容疑。伊豆さんが発見したお肉でしょ、おそらくエレキのメインで。魚さんは、梅健さんの方ですね。メインの左のやつ。誰か伊豆さん。切って戻ってきてるパターンか。一旦プテハシ釣り。うんうんうん。あ、私からこれ。うん、危ない。魚さん、伊豆さんで提出します。まあ、でも。伊豆さんしても私やりにくいと思うんだけどな。OK。じゃなくて、そうですか？押せや！ボタンねえじゃねえかよ。魚さんボタン押してない。俺書店ボタンを押してた。書店押したっけ？うん、もう申し訳ねえ。まあ、さあこれでも釣り飲めねえな、どうしよう。ゲンさんで終わらなかったから釣り飲めねえ。うわ困った。伊豆さんだったらきついけど。どうするこれで。きついっていうかもうだいぶにインポスターだったら。ん？愚かな。やたかのさんがキルは無理って言われてたから。ああそう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 。ああじゃあ大丈夫、じゃあ。これで。はい、伊豆じゃない、ああ。まあ実際ハイオリさん本当にあの金庫で死んでるから無理じゃないんだけどね。なんで楽しそうにしてるのやろ。いやだってハイブリさん位置分かってなかったのに白出たから驚いちゃった。
アルマがさ、そのアドミを見終わったタイミングの多分3秒前ぐらいに俺アルマの方に行ってるのね、バイタルの方に。あ、まあまあ、だから時系列的にできるかどうかはちょっと時点で分かんねえから。で、メイヤがね、開けた時にバイタルの扉側にいたのよ。それは確認してて、魚さんは正直できちゃいますね。その僕が見た時すでに死んでたなんで。てかあなたはね、停電直した後に俺金庫タスクまでやってからバイタルに入ってるから結構時間なのか。いや俺がね、エレクトリカルのガチコンタスクやってるから、そのタイミングでバイタルの扉を開けてバイタル見に行こうと思ってたから、まあ正面取れねえな、それだと。なんかタスクの方が安牌だった気がするな。いや、タスク終わる、これ、まあ、っていうかもう僕は終わってる。終わるけど、終わるでしょ。終わるならいいんだけど。終わんないです、終わんないです、終わんない、さすがに無理。いや、前には聞いてるんで。終わってるだろ、とっくに。できればボタンをちゃんと押してほしいと思ってないです。あります。望みをする。終わんなかったらもう全力タスクだ。あ、確定だ。マジか。あー、よかった。本当のことしか言ってないのに。いや、いやでも本当、その本当のことでサントさんが強いだと思ってるよ。泣いちゃった。泣いちゃった。伊豆には俺は自爆するようなやつだと思われてる。いやもうシチュエーションがだって自爆じゃないんか。するわけないって。しかも停電中にね。停電中にしかもローラーの対象者でもない伊豆を発砲。逆です。僕は信用したから高田さんが僕のこと切るんかなと思って。逆に俺は自爆したと思っちゃってましたわ。あれ？マジか。だから伊豆さん割と白浮きでするじゃん。マジか。その方がスムーズに話しそうって、しそうって思う。普通に魚で切られる。え、じゃあ僕の真横で切られてるんですよね。真横で死んだよ。はい。真横で死んだよ。よし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。はい。